はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、今日は、長野市にあります真っ白、はい、豊松商店に来ておりますけども、はい、ここでは、書ということで、はい、字の展示をされていると思うんですけども、はい、そのことについてお聞きしたいと思います。はい、まず自己紹介からお願いします。はい、無限未来の長野支部宗月と申します。どうぞよろしくお願いいたします。宗月さん。はい。今ここに飾ってある書は、はいはい、なんかすごく不思議な感じのする書だと思うんですけども、はい、その辺についてちょっとお聞きしたいと思います。はい、わかりました。お願いします。はい、ここに、たくさんの月が並んでおります。はい、あ、月がありますね。はい、例えば無限未来、長野支部書斎の生徒さんの作品になります。書斎、はい、はい、ご覧になっていただいてどうでしょうか。この辺は、はい、月っぽいような感じが、皆さんが知っている月のようなイメージなんですが、はい、見たからに月というふうには思いますけども、はい、この辺はいかがでしょうか。なかなか個性的な月ですかね。はい、月とは初めて見たらわからないと思いますね。はい、これはですね、はい、皆さんが生徒さんの思い思いに作った作品なんですけども、ただ好きに描いているのではなく、はい、しっかりとした古典をベースに描いております。はい、古典というのは昔の書体になります。はい、字にはすごい長い歴史があって、はい、現代に至って皆さんが描いているような楷書が、まあ、一般的になるんですけども、これは楷書なんですね。はい、皆さんがよくお書きになっているのは、はい、楷書になります。で、そういうものをベースにしてこう表現するためには昔の字をまず学んで、そこから展開をしていくというやり方をしています。はい、書体って言って書体が、実の書体が書道にはあるんですけど、それを使って古典、古いことも知りながらこういう新しい現代のその創作の表現につなげ、ていくということをまず一回やって、であと多分もう一回宗月先生が同じように創作を多分2回やってると思うんですよね。でその時によってその墨色が違かったっていうのがあると思うんです。であとは筆によって、あとはその同じ墨でもそのすすが下に溜まってるので淡墨っていうオリジナルの墨のところです。オリジナルの作品なんですね。そうなんです、内緒の。すごく芸術的で素晴らしい時間を感じます。上にありますね。ちょっと字をこう
綺麗に書くっていうのがよく言われたことなんですけども、はい、まあ、活字のような字を書きなさいと、はい、確かに言われたような気がするんですが、はい、あの綺麗に書くということもとても大事なことなんですけども、うん、ただ綺麗な字を書くっていうことだけではなく、うん、感動させる書、うんうん、心に響く書というのを、うん、あの皆さんにアピールしていただきたいなと思って、うん、このような創作活動に取り組んでおります、う